皆さんこんにちは。これから毎週定例のボイスボックス男子会を開催いたします。7期生の皆さんは初参加ですね。わからないことは先輩が教えますので、安心して楽しんでいってください。はい。さて、この男子会は男の男による男のための集会です。男が集まってすることといえば決まっていますね。集団オナニーです。一応女性視聴者の方に説明しますが、私の経験上、男子が2人以上集まれば 99% 一緒にオナニーをしています。あなたの彼氏も食事に行くとかフットサルだとか言って男友達と出かけるかもしれませんが、それらは嘘です。男子は皆おのおのおかずを持ち寄って集団オナニーをしています。それでは私たちも始めましょう。私の今日のおかずはすくみずきりたんです。小さい女の子、最高ですね。俺はズンコでしこるよ。太ももがムチムチでたまらないぜ。俺はオナニーをしている流星と小太郎を見てオナニーをするよ。マッチョの流星とチビショタの小太郎が一緒にチンポコをしごいている姿、尊いよね。さあ、7期生のみんなもズリネタを発表して一緒に始めよう。ちょっと待ってください。一緒になんて僕はそんなことしたことがないし、したくありません。私もです。セクハラで訴えますよ。嫌ならボイボ寮から出て行ってください。そういう人はいりませんから。わかりました、出て行きます。ボイスボックスがこんなカルト集団だとは思いませんでした。残念です。これからは声フォントでの見活動をさせていただきます。デビューから1ヶ月も経たずに辞めるとは、とんだ根性なしどもだったな。あなたはどうしますか、紅桜さん。我が輩はちょっと興味あるでござる。